もうこのファンファーレですよ。このファンファーレ、このなんか今までの戦いを全て無に返すような、今までのね負けを全て無に返すようなファンファーレが鳴ってますけども、あの一つ言うのはね、負けてるんですよ。3回負けてっからね、おい3回負けてんだお前ら。逆転補正がここまで働くと思わなかったな。読みすぎ、当てすぎ、痛恨、引きすぎ、もうびっくりよ。新王者。もう甘い世界だわ。4回お前、4回勝負中3回負けてんのにね、負け越しだよ、負け越し。龍太が大人なんだか俺がなんか子供なんかどっちか分かんなくなっちゃったよこれじゃあ。美しい友情溢れる、憎しみに満ち溢れてるよきっと。かつてないほどこう全部バトルの中、本当にそう思うか、途中の今までお前のその経過見てた、本当にそう思うのか。俺は思わねえぞ、あればっかりは思わねえ。はやぶさの詰めるうちに勝ちたかったのに。お互い叩いてない、ごめんごめんごめん、叩いて叩いて、俺相手をけなしてるわ。でモーリーセレクションとウォーカーをシャギ、まあこれが本来のほら今手に入ってるんですよ、伝説の勇者、伝説の勇者の口に今手に入ってるってことは、リュウタは一体何をしてたんでしょうね。剣状みたいな感じなのかな、実際使わないのにねそんなに。あこっちはまあまあまあ、こっちはまだわかる、うん、あこれは使わないで、まあ今からセーブして王者決定戦カードを欲しいよっていう時に、受け取るが良いっていう時に、そのカードは俺が預かるわ。おかしいって、もうなんかいろいろとちょっとまあ皆さんちょっと今からついていけないんですけど、初見実況者の人も意味がわからないなーってなってたと思うんですけど、皆さんついてきてください。急にね、なんかね、こっからね、アニメでピサロが来るんですよ。で、マイクマンの新しい立ち絵が出るんですね。これもちょっとあれって、あ、優勝カードがどういう理論なの？優勝カードを手渡してたんじゃないの？どういう感じで来たのね、なんか横からスッて来たんかな。それは泥棒って言うんやで。あいつはおお、新立ち絵、貴様負けんし、ピサロ魔族の王がどうしてここに。そして初見であの立ち絵が来て、僕が初見の実況を言うんだったら、あのセリフをそのまま言いますよ。なんと魔王がバトルから抜けるでしょ、ピサロでよかったわ、ピサロで。うん、モリーよ、貴様が開発したこのマシンは我々貴族にとっては都合が良い。もう俺ね、魔族って言わなくなっちゃったね。そう、このでもよかったピサロで出てくるのが、うん、なんかガーディスとかさ、ドレアムとかさ、あの聖なる巨竜とかだったらさ、とんでもないことになってたよ。もうね、一日じゃ終わんなくなってたよ。いやそんな認められないですよ、公式大会で。そんな認められると思います？現実的に考えてください、ピサロさん、ピサロさん現実的に考えてほしいんだわ。普通さ、いきなり優勝、ね、今まで優勝した暁のカードとかさ、乱入で奪えたらさ、そんな無法地帯じゃん。いや、これはね、優勝の権利は僕にあるんです。はい。そんなね、急にそんなんだったら無法地帯になります。ね、大会とか。そんな黒ブルー大会でもできないですからね、そんなの。黒ブルー大会だったら、優勝カードを10万円で売ってますからね。欲しけりゃ10万払え。ああ。勇気を出せるな！お前の中でのさ、そういう意味、論点が違うんだよ。論点違うよ。おい、論点が違うんだって。いや、そうじゃなくて。違うって、王者の力じゃんとか、そうじゃなくて、やっぱね、王者に学ぶための、その過程があるんですよ。で、もし本当に王者が欲しい、黒ブレではあったんですけど、王者の、まあ、優勝商品のカードとかを10万円でね、メルカリ売ってあったんですよ。だから、10万円出せば譲ってあげると考えなくもないですよ。どうすか？勇気を出せな！お前の中でさ、黒ブレみたいに10万払えや、こら。さすが王者だけど、はあ、始めようか、始めないよ。普通こんなんおかしいじゃん。まあ、ゲームですからね。多分この流れに関してはね、割とね、どんな実況者も文句言ってたような気がしないでもないな。じゃあ、ピサロと勝負するんだ。ピサロのチームって書いてあるんですよ。ピサロのチームで何出すんだろうなって皆さんやっぱ気になったと思うんですよ。こいつはですね、相当ナルシストだと思います。なぜかっていうとね、自分を召喚します。自分で自分を召喚するか。普通ピサロ今椅子に座ってゲームしとんやろ。マッチ王者はどんなチームで行くんでしょうか。イケモニコンボー。おい、こらこれ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 
もうあの完全にこれは何なの、さっきまでの戦いは何だったのか再び来ました。今の光景よく考えたらさ、自分とピサロっていうのはさ椅子に座ってゲームしとんねやろ。ピサロは自分で自分のスキャンカードをスキャンしたってことは相当なナルシストだと思うんですよね。さあちょっとナルシストに分からせてあげましょう。鬼子こそ、このゲームの王者であることを。さあ鬼コンボでね、鬼コンボにチャンスを与えたいと思います。僕は鬼コンボにチャンスを与えます。王者決定戦ではあの手たらくでした。仕方ないです、あれは。ただ魔王戦、今からやるのって勇気がフラットの魔王戦ですよ。ワンチャンありますねこれ。さあ中指を立てて挑発していますね。煉獄魔山から入るか。鬼コンボ頼むぜ。あ、お前暗黒には強いからね。で魔王の攻撃は、おお、まあ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 か。所詮魔王いけ。とりあえず勇気回収が難しい。今までの戦いを見てくると分かるんだけど、とにかく勇気回収をどうするかが課題になってくる。または削り切るだね。もしかしたら削り切るルートの方がいいかもしんない。4ターン耐えて光の弾を撃てば勇気は溜まります。4ターン耐えれるかどうかだね。冷酷な剣技か。暗黒の陶器来てほしかったな。いやでも暗黒に強いから、暗黒の肩が厳しいな。一応ピサロの技には暗黒の陶器とかいてつく波動とか遊ぶことはある。いてつく波動も逆に厳しいな。いてつく波動も厳しい気がしてきてな。さあお互いね、ワンパンワンパンと殴り合う。なんかさっきまでの戦いはどこやら、さっきの王者決定戦もよほど、ちょっと待って、次のターンに死にますね。これは次はピサロはフルワタです。ちなみに次はピサロはフルワタですね。ということは次死にますねこれ、ワンちゃんおい、おい、追い込む普通に負けんのかお前。どうする、でも光玉とか、光玉使うのたまんないんですよ。でもいや待て、まだだ、まだだ、お、まだまだ戦況読めないって言ってる。じゃあまだわかんねえな。多分このターンフルワタなんですよね。で冷酷な剣技のダメージが700弱、自己スパークが来るんですけど、まあ多分死ぬんでしょう、自己スパークも。なんでまずは天使の歌を歌って、このターン耐えて5ターン目ピサロっていてつカードあるんですよ、それにかけましょう。はい、まあ、冷酷な剣技死にましょう。はい、死にましょうまず死にます、ここで。だがしかし勇者は諦めん。いけ、まだだ。で5ターン目になんとか勇気を貯めるしかないね。はぁ、あ、お前何してんのね。ピサロね、暗黒の陶器とかいてつか波動とかでブレる可能性は今までのターンあったんですよ。うん、全て外してますね、どうやら。全部たくまけして、今猛毒の木にもしましたね。私は一体何パーを引いてんのか分かんなくなってきました。あー、いてつか波動来ましたね。さあ、問題はですよ。さて、問題です。合体モンスターはここで勇気が溜まるでしょうか。そうなんです、合体モンスターの厳しい。まあ外してしまうというところでね、勇気の回収量が減るということですね。はい、どういうことかって言いますとですね、遅い、あーあああ、いや待て、走って、待って、これ間違うな、走ってウルタスタンプで、あ、おと相手の攻撃を避けろ、 2% で避ける、ゴールデンゴールも気合も見せろ。ああ、ゴミ今回は俺の勝ちだな。そう、次は俺が勝つわ。しばらく預かっておくぞ。おかしくない？でそのうちメルカリで売るんでしょお前。急遽資金が足んないんでしょ主人公で挑むことにはしたんですけど、ちょっと今ね思ったのが、この縛りって主人公を使うと SP は鬼コンボになってしまうんですよね。どういうことかっていうと、確定防御できるターンがないとか、光の弾が使えない、天使の歌も使えないっていうのはちょっと厳しいんじゃないか。そうだから実質魔王戦においては SP がなしも同然みたいなところになってるんですよね。いやちょっとどうなんだろう、よくでも会心出したな。てかメタキンタで持ってきてるけどお前何に挑んでるの。そういや今思ったけどさ、お前何に挑んでるの張り切ってるじゃん。こうやって会心をボンボン出せば勇気はたまるんで光の玉いらずですけどね。確かに
メタキン盾持ってきてるけど大丈夫え、でもこれぐらいハンディキャップというやつですよ。実質 SP なしだからな、これって。もしかしたら、どうなんだ、でも鬼コンボは勇気たまんないしな。実質 SP が低くなったら固定みたいなとこあったしな。さっきの鬼コンボを見ると、ああ。実質 SP は光の玉一択だったぞ、あれ。だから、かなり難しいよね。合体モンスターにしてもどうせ光の玉を使わなくちゃいけないし、主人公だと SP はない。割ともしかして、きついこれ。魔王戦もしかしてめちゃくちゃきつい？いや、そんなことは。どうなんだろう、でも、つばぜり合いで一旦止めれるからね。それはでかい。なぜ貯めたいのかって言いますと、勇気貯めたいからです。もう、とどめボーダー乗ってますんで、パワースタンプで不確定要素にやるより貯めりやった方が、おお、なぜそれを織り込んで引けなかったんだ、なぜそれを織り込んで引けない、この中指を、中指ポジションなんで織り込んで引けなかったの、織り込んでそれを引けばワンチャンあったんだよな、だから。なんで主人公が引く、さあ行きましょうか、つばぜり合い。つばぜりすれば、さっきのテンションも全て無駄ですよ。ただ問題はここに負けると、まあいろいろと全て終わりですね、こっちも。このつばぜり負けると、いろいろと全て終わりです。これが主人公の面白いところですね。よし。OK! いいとこに来ました。あとは勝てるかどうか。はい、ここは勝つぞ、ここは勝って未来をつなげ、よしよし。こうなれば、恐れることはなんだ？ 5 ターン目の高校哲学。決勝戦を見つけ、そうだね。あとは恐れるべきは5ターン目にピサロが凍結カードを使ってしまうこと。つまり4ターン以内に勇気を貯めたいわけです。5ターン目に高校凍結カはね、死ぬほど見てきましたからね。私死ぬほど見てきておりますんで。ここは塩梅を取ろう。4ターン目はフルアタなんで問題ないです。ナイス！いやー、すぐ 508?すんげえ出んじゃん。溜めた後の4連撃やべえな、会心出りゃ。もうかー、うーん、それをなぜさっきできなくない、なんでねえ、なんでねえ、あのさ、その会心とか回避とかをなぜ言わさせてできない。まあ相手が4ということで出てくるのはやっぱ4のね、戦士というわけですよ。うわ、目が鋭いもんな。まあ、バトルマスターで、か、ね、ライアンもこのゲームではバトルマスターとして扱われてますからね。いけないやん。やっぱここはね、4のね、やっぱ勇者でいかないとね。勇者ライアンね、ピサロに鉄槌を下します。まあ、鉄槌というよりはホイミーなんだよな。よし。SP なしで、まあ、魔王はそんな攻撃力ないからいけんのか。そうしても、ハヤブサの爪が張り切りすぎだな。さあ、一回待つと、先生、一回勝つとですね、椅子に座っていたピサロがね、勝ったのに文句を言いですよ。お、本気を出すって。もうさ、何が本気を出すやねん。椅子に座ってゲームしとんねやで。本気を出す。何そのさ、フリー対戦じゃないの。大会の場なんだから、もうちょっと大人らしい対応取ってよ、ピサロ。すごいピサロ子供らしくなってるよ。ロザリー見たら泣くよ。まあ、ピサロを倒すと当然ね、大魔王戦というわけなんですけど、よくよく考えたら、つまり、これはありえないことをしているというか。で、ピサロ何をするかっていうと、ついにね、自分のカードをまたスキャンします。椅子に座ってるはずなんだけどね、今椅子に座って大魔王カードスキャンしてる。こんなことはありえないはずなんですけど、まあ、物語の演出的なやつですかね。さあ、本気を出したということで、白目です、ピサロです。この戦いはですね、特殊なルールがありまして、ここで仮に負けてしまうとですね、あのピサロ戦、魔王のピサロ戦からやり直しになります。だから、つばぜり主人公にやって負けてとかすると、またピサロがやんのかってなるんですよね。そんな重大な大一番。まあね、ここは安定した主人公でやっていこうかなと思います。はい。この主人公っていうのがね、鬼コンボ、鬼コンボですね。世は寛大な男である。
三つまでの失敗なら許してやろう。バーン様もそうやって言いました。私はこの二つ目の指を立てた途端ですよ。次はないぞ、鬼コンボ！さあ、三度目です。王者決定戦負け。魔王戦負け。ですが、このね、エンディングを飾るこの最後の大一番。鬼コンボがここにで勝ったら、もう今までは全部なかったことにできますよ。もうバーン様も許してくれると思います。バーン様も笑顔で許してくれるんで、それなら。さあ、今日の詰め怖いよ。どんぐらい食らうんだ？避けてもいいよ。2% じゃ受けねえよな。コロコロー !814! 意外とダメじゃん。はぁはぁバーン様のカイザーフェニックスで焼かれる？バーン様のカイザーフェニックス一回食らってちょっと、やり直してくる人生。ね、やり直してくる？一回やり直さない？ちょっと人生。お前のや、人生ジョーカー2からやり直さない？ね、ジョーカー2あたりからやり直す？ちょっと。ジョーカー2からやり直すか、お前。ジョーカー2であんなに強かったもんな。そうだよな。暗黒の魔人もそうなんだよ。ジョーカー2でもさ、なんか、ジョーカー2強かったもんな。なんか、うん。でもこれはね、許してもらえない。これはね、お前許してもらえんよ、お前。これは俺擁護できん。今までで、鬼コンボ、今まで俺お前をいっぱい使ってきたけどさ、ちょっとこれは擁護できないよ。あの何が問題かって言いますと、これだと光玉使っても勇気たまないですよ。合体モンスターって実は魔王戦で一度でも行動を止められてしまうと、光の玉を使ったとしても勇気はたまりません。で、次のターン、まあ、このターンはまあ耐えたとして、耐えた、まあ、耐えたけど、うん。次はフルアタですね。はい。次フルアタ。次フルアタで、じゃあ光の玉使おうかってならないと勇気はたまら、勇気、ん？まず光の玉使っても勇気たまんないが。で、じゃあどうすんの？で、風魔をしたら勇気たまんない。どっちですか？あなたの未来はどっちなんですか？鬼コンボ。終わりです。鬼コンボ、君の未来はどっちなんだよ。終わりだよ。やめろ。お前の未来何なんだ？モンスター、ああ数々の。正直、ミスチル。スーカンウルトラスタンプうわー多分、ボーマとかでもいけてると思うんだ。多分ね、これはね、俺がね、芝居の人生をミスったよ。他ならない。何度でも導いて